握手をしてから試合始めお願いします。2勝1敗同士ですね。先行が米田拓也選手側のよろしくお願いします。デデンネ GX スタート、対する相手はベトベタースタートですね、うん、お互い良くないですね。ただまだ山田選手の方が、ね、サイド1枚のポケモンなので、はい、かつ高校で技が無職、あのエネルギーなしで技が打てるので山田選手側としてはまだ良かったかもしれないです。さあ超エネルギーとちょっとデデンネスタートは苦しそうかもしれないですね。そうですね、デデンネ GX スタートは全てのスタートの中で一番悪いかもしれない、悪いかもしれないですね。さあグズマハイパーボールで超エネルギーとグズマを切りました。まあ、超タイプのデッキなのでおそらくマンイーカーを並べていくのがまあ1ターン目の動きになってくるかなと予想はされますが、まずは落ちているカードの確認からでしょうか。さあおそらくベトベタースタートなのでルガルガンゾロアークなどの系統の可能性が高いかなと思いますが、まあ、いろんなデッキに入るの で、 そうです、ね、まだちょっと判断しにくいかなというところですね。さあマンイカを連れてきます。このベトベタも診断で出た新しいカードということで、はいはい、メインは進化した後のベトベトなんですけど進化前でも仕事はしやすくなるというところでの採用です。そうですね、まあ、エネルギーつけなくても山札2枚も引けるので、はい、さあこれでマイカを出したと白菜を使いまして6枚引き直しをしております。できればもう1枚ぐらいマイカを並べておきたいですが、時計の森、はい、ハイパーボールを切りまして基本超エネルギーですかね、基本超エネルギーを持ってきました。これここから先、まあ、どちらのエネルギーが出てくるかは分からないですけれども、はい、超エネルギーと糖エネルギーを組み合わせたデッキ、もしくは超エネルギーと鋼エネルギーを組み合わせたデッキ、もしくは超エネルギーだけのデッキと、まあ、いろいろ可能性が考えられるの で、 そうです、ね、はい、この後の展開が少しこう、はい、どこを分岐していくか楽しみかなと思います。プレシャスボール使います。さあプレシャスボールおそらくカプテテフ GX だったりですか。そうですね、カプテテフ使います。さあワンダータッチで宇津木博士のやつ、そのまま使います。おそらくここまで見るとルガルガンゾロアク系統のデッキに見えますが、そうですね、ゾロアが出てメタモンが出て、はい、イワンコが出てという、まあ、かなり王道な王道な動きで強い動きですね。強い動きですね。60以下のポケモンを3枚持ってくるのでこの3体を持ってきて、はい、さあ食い尽くされた原野に張り替えます。さあさあ持ってくる、これが強いですね。エネルギーなしで2枚引くことができるので手札を補充して山田選手側はエンドすることができました。8枚です、はい、エリカ使います。さあここでエリカのおもてなし、相手の場が5枚いるので5枚ドローですかね。これはいいですね。さあなるべく早く、さあ時矢の森さらに張り替えます。ハイパーボール来ましたね。カプテテフ GX ともう1枚トラッシュしてグズマを切りましたね。ちょっと2枚グズマを早めに切ったところは若干気になるところかもしれないですね。そうですね、うん、あガブレさんと切られたら来ましたね。ちょっと私が注目したデッキであるので、そうですね、はい、ここに来ましたね。でリセットスタンプをトラッシュして、そうですね、時矢の森で遠エネルギーを持ってきました。これ直撃弾が40ダメージなのでメタモン、あ、ここ、そうですね、入れ替えてメタモンをそのまま倒すことができるので、
これ非常にいいですね。デッキ1枚取りながら相手の進化の可能性を積むことができたので、なかなかマイカーを並べられてはいないんですけれども、相手のやりたいことを一度少し止め気味にサイドを1枚取るスタートができているように見受けられます。そうですね、まあ、サイド1枚を1エネルギーで取れたっていうのがまず一番いいですよね。大きいですね、はい。さあここはゾロアーク進化、これにより特性取引で1枚手札をすることで2枚引くことができるため、まあ、デッキの回転がより増していくように見受けられますね。さあまずはハイパーボールから、結構悩ましいですね。今ある残り2体の進化カードを持ってくるか、別な種ポケモンを持ってくるか、結構いろいろ可能性が考えられるシチュエーションでありますが、あとは試合の見どころと、おっとゾロはですね、試合の見どころとしてはトータイプのエネルギーが入っているので、はい、ゾロアークの弱点をつけるカードが、まあ、入っているかどうか、その入っていればどのタイミングでうまく出てくるかどうかっていうところは、そうですね、入っていても全然おかしくはないと思うので、はい、うん、まあ、ゾロアークはかなりいると踏んでいると思うので、はい、かなり対策はされているかなという気がしますね、はい。まあ、ただ米田選手ちょっとまだベンチが寂しい状況、そうですね、本来であれば2ターンの間でマンイーカーをかなり並べたかったんですけれども、さあここ取引でプリシャスボールを切って2枚引いていきました。さあミュウですね、本来であれば痛めに出しておきたかったですね。そうですね、さあレインボーエネルギーをイワンコにつけて持ってくる2枚、ここは攻撃せず盤面を整える、ここに回っております。ただまあミュウ、まあ、このタイミングでも出てよかったなっていうカードですね。そうですね、次の40を防げはするので、40乗せられてしまうとガブリアス&ギラティナ GX のダメージが一気に上がってしまいますし、そうですね、まあ、山田選手一番最初に結構いい動きしてたので、はい、まあ、ミュウまでの余裕はなかったかなとは思いますね。そうですね、さあ悩んでますね。結構ガブリアス&ギラティナを強化して進めていくか、もしくはなるべくマイカを取りに行くか、はい、さあまず時矢の森超エネルギーを手札に加えます。一番初めの時矢の森がすぐに壊されてしまったんですけど、再度張り替えができたので、はい、結構こう時矢の森を今後も使っていけそうな動きですね、はい。さあまたエリカのおもてなし、これ強いですね。強いですね。かなり山札を縦に掘ることができたので、この2ターンでかなりこう多くのカードにアクセスしているように見受けられます。さあただまだベンチにあまり並んでいないので、ここから並びに行きたいように見受けられますが、そうですね、おそらくこのデッキタイプだとミステリートレジャーなども入っていると思うので、マーイーカー、次のマーイーカーやカラマネロといったところを揃えていきたいようには見受けられますね。あとはギラティナ、はい、そうですね、技を打ちましたね。なるほど、結構何もなかったんですかね。そうですね、結構縦には引いたんですけれども、ゾロアークに進化します。さあゾロアーク進化、これによって高校の山田選手側も今はサイドは負けてるんですけれども、かなり加速していけるようには見受けられますね。取引使います、はい、1枚捨てます、2枚引きます、はい、どうぞ。さあこだわりハチマキを捨てて2枚引きました。取引使います、まあ、取引2回使えるっていう状況を作れたのはでかいですね。でかいですね、毎ターン4枚のカードを取りに行くことができますので、ハイパーボール使います、はい、さあここでハイパーボール、アローラベトベトも持ってきます。アローラベトベトも来ましたね、お願いします、はい、
できればアローラベトベトに進化しつつグズまで入れ替えて後ろに残しておきたいですね。そうですね、逃げられるとは思えないんだ。グズまで、そうですね、グズまでですね。ただこれおそらくこれを予期してかカプテテフ GX はすでにもう三浦選手側は結構コストにして使っていますね。そうですね、あとはサポート自体は手札にあるんでしょうね、はい。さあここはライオットビートでマイカーがやられて、サイド5枚5枚という状況になりましたね。さあまた時はの森ですかね。対処ました、はい、ミステリートあ、ミスリートリジャーを使ったんですかね。今何をトラッシュするか。そうですね、ミディエ、まあ、山田選手、マイカーを倒せたっていうのは結構大きいですね、はい、大きいですね。さああと今コメントにもありましたが、ギラティナが特性破れた扉が使えなくなりましたので、うん、そこも結構大きいです。さあしかしここはグズまでしっかりアローラベットベッドも出して倒していきましたね。じゃあドラーク前にします。1枚引きます。さあルガルガン GX 進化特製ブラッティーアイでベンジャー僕も前に1枚引き出しますということで、マイカが再び出されますね。そうですね、まあ、難しいところでしたよね。マイカここで倒しておきたいっていう気持ちも全然ありますし、ただここでマイカを倒すとサイドが4枚になって GX じゃないマッシュ分がいた場合にスレッチハンマーの威力が上がるサイド4を取ることになるの で、そこもいるかどうか少しちょっとポイントになりそうな気がしますね。取引使います。1枚2枚いきます。さあ1回目の取引、取引使います。さあ2回目の取引、じゃあこのままライオットビート、ライオットビートで倒して、これでサイドが 4-4 となります。3色ですね、3色ですね、アクタイプも入ってますね。ティムでいくつですか。はい、あ、すいません、8枚です。リセットスタンプ来ましたね。一度一回捨てていたのでおそらく2枚入っていたように見受けられま す。ただ米田選手グズマがあとどれぐらいあるかっていうところですね、はい、ニューズ&ミュージック来ましたね。ここで超エネルギーをつけて、またエリカですね。いやエリカの表足決まってますね。3枚目はなかなかですね。そうですね、かなり縦にデッキを掘ることができております。さあまたアローラベトベトも倒すことができたので、ギアティナが破れた扉で機能するような状況を作れてますね、はい、ミステリートイザー。さあギラティナをトラッシュ、マイカ来ましたね。3度目のマイカが、まあ大事ですね。はい、来ました。ギラティナを捨てられたのもかなり大きいですね。そうですね、で今度はベレンに入ります。さあカラミティエッジ160ダメージ、カラミティエッジですか、はいはい、ここで、160ですね、ダメージが乗ってない状態だったので。どちらにもこれはいきそうな盤面に見えますね。さあフィールドブロワー、取引使います、はい、取引使います。トラークに進化します、はい、さあ3体目のトラークも来ました。3回目の取引、はい、しかしベンチが埋まっ、グズマ使います。さあグズマ、マイカー、はい、さあ3度目のマイカーも狙われていきますね。ダブルムショックエネルギーでライオットビートで、はい、します。
デデン出します。デデンで前出しですね。グッズを持ってるんですかね。そうですね、いや、先ほどはフィールドブロワーで手札に書いていたので、 U ターンボードですね。はい、U ターンボードで対応できるというところでのデデンでしょう。さあ、ここからは山田選手側がサイド3になりましたので、タック GX をどちらか倒せれば勝利というところまでこぎつけることができましたね。まあ、そこを防ぎつつ、いかに米田選手側は残りサイド4を取るかという形になってきております。そうですね、まあ、山田選手もグズマ3回打っているので、はい、あとあるか、あと1枚。そうですね、ただこのルガルガンゾロフ系のデッキ、友達手帳というカードの採用率も高いので、はい、そのトラッシュに行った2枚を山に返して確率を上げるという動きも期待されますね。はい、さあグズマで、さあここで勝つ下げたので、ギラティナの破れた扉で銃を乗せるチャンスでもあるのですが、このタイミングでいくかどうか。まあ乗せておきたいですよね。そうですよね、乗せておきたいですね。さあ来ました破れた扉、これによって10ダメージ乗せておくことで、ベンチにいる GX3 匹が10ダメージ食らっている状態なので、次のガブリアスギラティナのこう圏内に一気に入ったというふうに見えますね。時計の森か。さあ、投エネルギーを時計の森で持ってきました。いや、3色のデッキでしたね、基本がエネルギーが。そうですね、はい、かなりいろんな器用な動き方をしそうですが、さあここはサイド、これで2枚になりました。ちょっと考えますね、すみません。まあ、ここ迷いますよね。そうですね、まあ、おそらく山田選手、あのガブリアスさんのギラテナ一撃で倒せるポケモンいないと思うので、はい、ただ米田選手もグズマって今トラッシュに4枚ありますか。そうですね、3か4もういってますね。なのでもう引き出すプランがないかもしれないんですけれども、もしかすると穴抜けの紐みたいなグッズで入れ替えさせるっていう手段もあるかもしれないですね。なるほど、レインボーエネルギーゾロアークにつけます。はい、そうですね、ゾロアークがゾロアーク側というか、山田選手側がまだ GX 技を使ってないので、はい、さあここでジャッジマン、このジャッジマンはいいですね。かなり米田選手側が手札多く持っていたので、はい、次勝てるプランがもう確約されているところを一度リフレッシュしたかもしれないです。ただ山札の枚数はそれぞれ結構少ないですね。4枚です、はい、フィールドブロワーで、はい、さあ取引使います。1枚して2枚引きます。さあ取引でまずは2枚、次の取引でさらに2枚ですね。2枚引きます。いや、おしまいです。終わりです。さあ番を渡しましたが、ベンチにいるダメージを食らった GX ポケモンを前に出すことができればガブリアス&ギラティナで対応ができるのですが、ただここミュウを倒した後はちょっと GX 技の開始が少し怖いですかね。そうですね、ただそれでもミュウ2&ミュージックスの技で200与えながら回復するっていうプランが、切り返しが一応山田選手側には残っておりますかね。まあ一撃がないのであればそれはできそうですね。そうですね、
さあバトルもかなり終盤に来ましたが、はい、まだどちらに転んでもわからないような、さあ残り時間が5分となりましたが、かなりこう悩ましいですね。手札が5枚、こだわり8、難しい状況下ですね。絡みゲッチ、はい、さあここは、はい、倒して1枚引きます、はい、さあゾロワークが GX 側で相手の技を使う、ミュー&ミューの能力見せてもらってもいいですか、はい、ダブル色で回復するのか、なるほどですね。ありがとうございます、はい、ただそうですね、エネルギーがさらに1枚ついてると回復までの効果がないので、はい、ちょっとこの場面で切り返す気は、切り返せる技はそんなに多くなさそうですね。2枚引きます。ハイパーボール使います。2枚引きます。さあハイパーボールでルガルガンを手札に加えます。どうぞ。はい。まあこのターンが3分以内に終われば、レインボーエネルギー出ます、はい、お、これは GX 技ですかね。そうですね、あ、デネンネの GX 技ですかね、はい、もしかして。これってこの能力でこれって使えるんですか。使えます、使えます、やっぱそうですね、デネンネの GX 技を打ってじゃあ戻るってことですね。はい、そうですね。で、ビリリターン GX、 じゃあ戻ってください、手札に戻すのか、はい、で麻痺をすることができましたね。反動に戻るんですね。ますさあ状態異常を直すことができればいけますが、アセロラ、アセロラ使えないです。ああ使えないですね、すいません、すいません、すいません、確かにすいません、申し訳ないです。バリアードが使い、対象がいなくなるんで使えるのかな、使えます、まあどっちでもいいです。どうなりますか。いやちょっとこれはどっちだろう、どっちでもいい、アナリケの日もあるんでどちらでも大丈夫です。じゃあそっか、アナリケの日も使えない、使えない、どっち、あ、違う、ハンドに入っちゃう、使えるんですか、使ったけど回復中できないですね、はい、はい、すみません、じゃあアナリケの日もです。あ、なるほど、ただしアナリケの日も持ってましたね、はい、楽しみですね。じゃあ、ジークソーで、はい、楽です。ありがとうございました。はい、ということで、最後ちょっとヒヤッとしましたが、穴抜きの紐で切り返して、そうですね、はい、見事というところでしたね。ないな、ちょっとテキスト見ていいですか。はい、使えるかどうかだけちょっと確認したいんで、なんですか、バリアード、まあ、バリアードのテキストはですか。ちょっと多分、回収封じ、バリアードの回収封じで、はい、アセロラが、まあ、使用できるのか使用できないのかっていうところで、はい、結構、ダメかなって間のプロモと考えてるところだと思うんですけれども、戻せないってことは、そもそも効果が発動しないカードになるから使えない可能性ありますよね。多分これ使えないんですけども、効果が発動して使えない、そもそもカードが使えないのか、使った上で効果がないのかっていったところを多分話されてるかなと思うんですけれども、まあ、使った上で効果がないですね。ないですね、はい、はい、これは使っ、なのでアセロラを使ったことになり、かつ戻れないっていうのが正しいので、まあ、すごく細かいところなんで、はい、皆さんそんなに覚えていただかなくて大丈夫です。ですが、まあ、一応解説なので、はい、はい、させていただきました。使ったこと、ものによってはそもそも使えないっていう場合もあるんですけれども、はい、今回のは使った上で、まあ、無駄打ちになってしまうというのが、まあ、そうですね、はい、正しい裁定となります。ただ、まあ、結果、穴抜けの紐もあったので、試合に影響はせず、勝利決まりましたね。はい、いや、面白い試合でしたね。面白い試合でしたね、ギラティナですね、普通のギラティナですね、はい、がの特性を使うタイミングがかなり良くて、
でしっかりとゾロアークゾロアークダメ化が乗ってないゾロアーク GX2 匹に対してダメ化を1個ずつ乗せられたっていうのが、まあ、ほとんどもう手詰まりというか、うん、手を結構なくしていくっていうところだったなとは思いますね。あとはそのゾロアーク側の選手もアローラベトベトンだったりとか、うん、はい、あとは回収封じのバリアだったりとかが結構効果的に動いていたなと思っていて、動いてましたね。そういうところもなんか、お互いに相手のプランというか相手が勝つためのプランを少しずつ狭めていくっていう、うん、結構いぶし銀な勝負だったなとは思いますね、はい、ありがとうございます。あと最後もゾロアーク GX の技でデデンデ GX の技を打って、はい、一度こう、まあ、お茶濁しというか相手にとどめを刺されないように時間を稼ぐプランとかも面白かったですね。面白かったですね、はい。まあ、あれは結構、まあ、あれしかないぐらいな、まあそうですね、感じではあったので、しかなかったですね。やっぱりかなりうまい選手でしたね。そうですね、まあ、見応えのあるすごくいい試合でしたね、はい。まあ、やっぱり強い選手は最後まで、どうやったらあと一旦伸ばせるかっていうところを結構考えると、うん、結構勝ちにつながりやすいので、そうですね、そこが的確にできていたなとは思いますね。あとは結構グスマ使ってしまっていたんですけれども、はい、一番最後の一番重要な時にちゃんと最後の1枚を使えたっていうのも大きかったですね。かなり大きかったですね。序盤2枚ぐらい取らしされてましたよ ね、しましたね、米田選手、はい。なので、まあ、4枚使い切ったんじゃないかなというか、って思ったんですけどね、最後の1枚が残っててっていうことで、はい、準備できましたかね。それでは勝利者インタビューの方に移っていきたいと思います。はい、それでは勝利者インタビューをしていきたいと思います。お疲れ様でした。すごい時間をしっかりときっちり使った試合だったんですけども、やはり最後の方ちょっと焦りがありましたか。最後の方は時間内に終わるのかなっていうのだけ心配してました。あ、やっぱりちょっと時間も気にしつつ、気にしてました。やはりあのお二人は何かお聞きしたいことでございますか。そうですね、はい、ギラディナ&ガブリアス GX の選択した理由とかって何かお伺いしてもいいです。いろんなポケモンに対して、うん、ある程度の戦いができるっていうので選びました。なんか今回メタがどうなるか全然読めなかったので、そうだったらまあ範囲広い感じで触れるデッキがいいかなと思って。なるほどなるほど。あとはギラティナの特性の使い方がすごく良くて、いいタイミングで使えたなっていうのがすごく映画なんか面白かったです。そうですね。あそこで破れた扉を使ったんで全部カラミティ H で倒せるようになって、うん、ゲーム的には楽になりました。ありがとうございます。はい。あの先行は取れたんですけれども、デデンデスタートからしていくって結構苦しい中で、かつマーイーカーも結構倒されるプランが続いたんですけれども、そこについてこうどういう感触を持ちながら戦っていましたでしょうか。あそこのマーイーカーに、最初のデデンデスタートに関してはあやっちゃったなっていうの でマーイーカーに関しては別にマーイーカー倒されても問題ないので、そこになんかリソースを入ってくれればエネルギーは結局溜まっている、なんかウルトラのネクラズマと違ってエネルギーは吐かないのでそのまま攻撃できるっていう点で、マイカはおとりで出してたんで、そこを見事攻撃してくれたなって感じでした。素晴らしいですね。そのやっぱり、まあ、まさにあった通りウルトラネクロズマは打ってしまうのでこのマイカの数がすごい鍵になるんですけども、このデッキだとガブリアさんとギラティナが結構 HP270 で残ってくれるので、そこも不安いというのおとりのマイカだったということで、はい、とても素晴らしいこのプランニングとプレイングだったかなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。以上勝利者インタビューでした。お返しします。いや素晴らしいです。やっぱこのくらいのトッププレイになってくると、はい、相手のこの、まあ、ミスじゃないですけれども、うん、本当に嫌なことをされないためのおとりであったり、うん、このカモフラージュであったりっていうところまで含めての戦いになってくるの で、 そうです、ね、一見するともしかするとマーイカ倒され続けているのが嫌なのかなっていう印象もあったんですけど、よく考えてみるとあのカラマネロに進化できるパターンもあったんですけど、うん、相手してなかったのでもしかするとおとりを1枚出し続けてたっていうのはあったかもしれないですね。そうですね、米田選手のプランとしてはそうだったんでしょうね。ただとなるほど。とは言ってもやっぱりそのどっちも嫌な二択なんですよね。まあそうですね。そのま、マーイカをそのまま放置しておくのか、それとも、放置しないで倒すのかっていうのって結局どう転んでもあの、まあいやですね、プラスではないというか、そうですね、はい、どっちでも嫌な二択をかけていたので、まあ、マーイカ倒されなければまた別のプランで戦っていたのかなとは思ってます、
ではそろそろちょっといい場面なんですけれども、イラストグランプリの方が間もなく行われるということで、はい、一度ちょっとそちらを映してからまたちょっと今の話深掘りしていきたいなと思います、はい。